今回は神戸大学大学院の解説を始めたいと思います。まず1番、質量 M1 と M2 の原子からなる2原子分子の結合方向の一次元の運動を考え、原子間の距離を X とし、2原子間には FX イコールマイナス X の2乗分の A プラス X 3乗分の B の力が働いているとする。ただし原子は失点とみなせるものとする。1番、2原子分子からなる K の換算質量 μ を求め、2原子分子の相対運動の運動方程式を表しなさい。ということで、まあ、簡単に、最初に問題文の図を表すと、まあ、こんな感じで、失点の1つ目を X1、座標 X1、2つ目の失点の座標を X2 とすると、この長さが原子間距離が X となります。で、1番が2原子分子の相対運動の方程式を表しなさいということなので、まあ、これは2つの失点の運動方程式を立てて、そしてそれを換算質量を用いることによって1つの運動方程式に表したいということですね。なのでまずは、例えば M1 の方程式が、D2 乗 X1DT の2乗イコール、例えばまあ力を F とすると、F どうしようかな。まあ、原子間距離に依存するって考えたらこんな感じですかね。で、M2 の方は、D の2乗 XD2 乗 DT の、DT2 乗じゃないな。DT の2乗でいいか。dt の2乗イコール、こっちは逆方向の力が働くことを考えると、作用反作用ですね。マイナスの x1 マイナス x2 となります。で、原子間距離は x1 マイナス x2 と表せるので、これを新たに x と置くと、どのようになるかというと、まあ、まずこの部分が x になって、で、この両辺を t の2回微分、すると2となるので、でこことここの部分はこの2つの方程式から、最初の第1項目は M1 をこっちに移行してやると、 M1 分の F の X となります。で第2項目も同じようにすると、こっちは符号がマイナスがついているので打ち消しあって、プラスM2 分の FX となります。すると、FX を抜き出すと、まあ、抜き出さなくてもいいか。抜き出すと、M1 分の1プラス M2 分の1になるので、これをまとめると、このようになります。すると、ここの部分が、まあ、換算質量の、まあいいか、あとでいいか、ここで、μ を、と置くと、ここが換算分の質量の逆数に、なるので、答えが原子間距離を用いて、原子間距離の t の、まあ、時間の2回微分が力となります。以上が1番になります。2番が、ポテンシャルエネルギーを求めよう。ただし、X を無限大にすると0になるという条件になります。で、まず、1番で用いた運動方程式。運動方程式は関係ないか。
そしたら fx ってのが round u round x で表されるので、まあ、逆に x で積分したらいいですね。で今回 fx ってのが、マイナス x の2乗分の a プラス x3 乗分の b となっているので、じゃあこの ux を fx を積分して求めましょうということで、まあ積分結果がまあちょっと発祥ろうかな。積分するとこれが x 分の a になってマイナスがつくのでマイナス x 分の a、 こっちもマイナス2分のが出てくるのかな、2分のが出てくるから x 乗分の b プラス c は積分定数ですね。で条件より無限にすると0なので、つまり c の部分がより c は0となって答えが x 分の a プラス2分の x 次乗分の b となります。以上が2番になります。3番は、ポテンシャルエネルギーの安定平衡点 x0 と、ux ポテンシャルの概略を書きなさいということで、まあ、一応軽くも書いてしまったんですけど、まず、平衡点というのは何かというと、まあ、力の部分が、まあいいか、力の部分が、0になるというところなので、つまり、ポテンシャルの、座標の1階部分なので、まあ、この部分に対応します、ね、これが、安定平衡点の答えになります。で、まあ概略をかけということなので、一応変極点を求めると、まあ、2回微分すればいいのでこのようになって、概略を一応書いてみると何になるかというと、一応まあ増減表を書くとどのようになるかというと、まあ、0から a 分の b、まあ、極までが下がるようになって、でそこからまあ上がる関数になりますね。でこの a 分の b のところで、平行点、まあ、安定平行点を持って、でここが変極点になりますね。まあ一応値はいらないとは思うけど、一応極の部分での値出すとマイナス 2b 分の a 次乗となったので、書いてみると、まずは無限大から下がるような関数になりまして、でこの部分で a 分の b の部分でマイナス 2b 分の a 次乗の値を持って、そっから上がるんですが、ちょっと値がちょっと適当なんですけど、 2b 分の 2a 分の 3b のところで変極点になるので、傾きが若干変わる形で、で0に収束する感じですかね。なので一応答えが安定平衡点がこれで a 分の b で、外径がこのような形になると思います。問4は、二原子分子が安定平衡点 x0 を中心に振幅デルタで微小振動するとき、振動運動の解 xt を求めなさいということで、まあ、とりあえず、
平行点周りで、テーラー展開して、まあ、そこから、まあ、その解を求めようという形なので、とりあえず、平行点の周りで、ポテンシャルをテーラー展開すると、まあ、ポテンシャルが確かこの形だったので、1個目のテーラー展開、2個目のテーラー展開としました。今回、2次まで展開しました。で、どのようになるかというと、まずなんで2次まで展開したかというと、まずこの1次の部分ですが、この1次の部分っていうのは、ポテンシャルの部分を1回微分するっていうことなんで、つまり fx になりますね、この部分が。で、x0 イコール a 分の b っていうのはどこから出てきたかというと、この ux の極であるので、つまり fx が0にはなる値ということなので、この1回微分の部分は、まあ、結論から言えばここが消えてしまいます。なので今回は2次まで考えることにしました。で、まあ、一応まあ試しなので値を全部書いてみると、まず上の段の部分が、まあ、これはそのまま b 分の a 次乗をプラスの b 次乗の a3 乗かな、x-x0、 これそのまま一応書いといて、 解乗のマイナス b の2乗の 2a の4乗で合ってるかな、2回微分で x 次乗なので多分合ってるかな。で、x-x0 の次乗をプラスの、これは 2b 分の a の次乗マイナス b の次乗の a の3乗の x0 プラス2分の1の b の2乗で合ってるかな、2回微分するから3、4乗、3乗か、すいません、3乗ですね、3乗で a の4乗は合ってると思います。の x-x0 の2乗になります。で、見たら分かるようにこの1回微分の部分は消えるので、キャンセルしてどのようになるかというと、これでも消えないのおかしいな、待てよ、 x の2乗、 x の3乗か、3乗で b が消えるとこないんで3乗ですね、申し訳ないです、3乗ですね。すると、2分の1の これそのままでいいかな、 b3 乗分の a の4乗の2乗になりますかね。で、ここをまあ戻しときますか、 x マイナス a 分の b になりますね。まあ、先ほどのポテンシャルのテーラー展開を使った式を書くとこのようになって、で、まあ、さっきちょっとミスったかもしれないんですけど、多分 fx 力のテーラー展開をしても大丈夫ですね、まあ、結論から言えば。
なので、まあ、多分 FX のテーラー展開の1時までやれば多分大丈夫だったと思うんですけど、まあ、僕の場合は、ポテンシャルの2時まで展開して、で FX をまあビューンした形になってます。まあ、多分同じ結果になるとは思います。で、問1で用いた、いや、導き出した、相対運動の方程式があったので、これに FX を代入するとこのようになって、で、X の2回微分なんですが、ここに定数があっても変わらないので、ここに置いといて、で、まあ、ここの部分を X ダッシュとか、なんとか置けば、まあ、XT 答えが、この微分方程式の答えが、X0 の部分の A 分の B プラス、まあ、デルタが振幅なんですが、まあ、定数であるデルタを使って、まあ、コサインとか例えば置いたら、オメガ T プラス、まあ、なんか初期の位相用いてこのようになります。じゃあオメガの部分がどうなるのかというと、このミューの部分を移項したものがオメガになるので、振動数ってのがルートの、となります。次に5番に入りたいと思うんですけど、その前にオメガの値が全然ちょっと間違ってたということで、オメガの値がルートの B の3乗μ 分の A の4乗になります。申し訳ないです。はい、では5番なんですけど、5番がちょっと問題文が長いので、まあ、何を求めたいかというと、バネ定数ですかね。バネ定数を求めようということなので、まず、フックの法則から、まあ、kx ってのがあったと思うんですけど、で、今回力に対応するのが b の3乗分の a の4乗 x なので、バネ定数っていうのが b の3乗分の a の4乗になります。また、オメガってのがこうだったので、まあ、これを一旦2乗するとこのようになって、そうすると b の3乗分の a の4乗の部分が k だったのでこのようになります。で、μ っていうのが換算してるんですね。なので、k の式に直すとこのようになります。で、オメガの関係式は、今回、振動数が与えられ、周波数か、周波数が与えられてたと思うので、周波数に直すとこのようになって、で、アボガドル数がこれで、まあ、単位が、個数分のモルかな？個数マイモルか。で、水素に当たる質量を M1、塩素に当たる質量を M2 とすると、一応式的には、こちらが M1 プラス M2 なので、まあ、例えば、35？ 35ですね。で、こっちはかけるので、このようになって、かける2π かける、8.7かける10の13の2乗。一応も計算すると答えが、有効数字1桁で 4.8 かける10の2乗の2トマイメートルになりました。で、まあ、単位も一致してたと思うので、多分これが答えになるんじゃないかなと思います。以上になります。